はい、どうもこんにちは、おっつまです。お願いします。皆様本当にご無沙汰しております。今回お話しする動画はですね、いついつに再開しますっていう動画でございます。再開も何もちょっと突然ね、お休みちょっと長くしちゃったんですけども、ちょっとそこはもう本当に大変申し訳ございませんでした。ただちょっとね、言い訳してしまうと忙しかったって、理由がちょっと主なんですけども、お引越ししたりとかで、それに対してのなんか周りの取り巻く環境とか、そういうのを準備したりとか、そういうのでバタバタしててたとかね、ちょっとようやく落ち着いて早速やっていこうかなと思ったら、動画編集のお仕事とか、いろんなちょっと新しいこともさらにどんどんチャレンジをしていたりとかしてるんですけども、まあでもね、それもね、お休みしますとかも言わずに、ちょっと無断でなんかお休みしちゃって、ちょっと本当にもう申し訳ないなってね。やっぱ演奏してみた動画だっていっぱい溜まってるし、音楽だってどんどんいろんな曲だって出てくるし、ブームだっていろんな流行の曲だっていっぱい出てくるわけですよ。時間は止まってくれないのに、まあ今回そういうことでですね、ちょっといついつにちょっと参戦というか再開しようかなっていうお話を今回はさせていただきたいと思います。まずちょっと現状報告なんですけど、とりあえず大戸さんは私生きておりますが、ビデオレター見て動画の方もね、ストックはたくさん溜まってる状態で、なかなか編集がちょっと間に合ってないっていうのがちょっと現状なところでございます。悲しいことに、こういう動画を今度撮っていこうとか、そういうのは着々と音パレの方でもアドクリの方でもやっております。再開する日はですね、8月から再開しようかなと、今ちょっと着々と動画編集の方とかをいろいろ進めております。アドクリはまあちょっと不定期になってしまうと思うんですけども、オトパレの方は今まで通り週3回でちょっとやっていこうかなと思って考えております。また再開していこうかなと思っておりますので、ぜひ皆様首を長くしてお待ちいただければ幸いでございます。どういう風に動画をちょっと今後やっていこうかなって、やっぱさすがにちょっとこうね、無断でお休みしたとはいえども、やっぱね、ただじゃあ淡々と始めますだと、なんかやっぱちょっと締まりがないし、何のためのじゃあ休みだったのって、今までの音パレと違ってやっぱパワーアップして、やっぱそこを帰っていきたいなって、どんな風にやったらじゃあいいかなとか、そういうのをすごいちょっと考えていた時期でも、そういう大事な期間でもありました。こういう動画見てみたいなとか、こういうのいいんじゃないのみたいなあったら、ぜひ教えてください。でアドクリの方もね、お楽しみくださいませ。でチャンネル登録やってないなって方は、今からでもいいので、全然今からでも遅くないので、チャンネル登録の方よろしくお願いします。チャンネル登録してる方はそのままで、今までの動画を見てちょっとお楽しみください。というわけで、本日も見てくれてありがとうございました。